延宝元年、三井高利は伊勢の国松坂から江戸に下り、呉服店越後屋を開きます。店先売り、現金かけ値なしの革新的商法で江戸でも有数の大店に成長します。両替商としての手腕も発揮し、三井財閥の基盤を築きました。一つ、単木は折れやすく、材木は折れがたし、何時ら、強力収穫して、家運の強固を図れ。一つ、各家の営業より生じる総収入は、一定の積立金を引き去りたる後、初めてこれを各家に分配すべし。一つ、各家のうちより一人の年長者を挙げ、老い分、と称して、これを全体の長とせよ。各家主は、皆、老い分の命令を聞くべきものとする。一つ、同族は、決して、相争うなかれ。一つ、固く、奢侈を禁じる、厳しく、節俭を行うべし。一つ、名称の下に、弱卒なし、賢者、能者を登用するのに、最も意を用いよ。下に、不平遠さの声なからしむように、注意すべし。一つ、主人は、すべて一家のこと、上下、大小の区別なく、すべてに通じることに心がけるべし。一つ、同族の子供は、一定の年限内においては、他の店員待遇をなし、番頭、手代の下に労役せしめて、決して主人たるの待遇を、なさしめたるべし。一つ、商売は、見切り時の大切なるを、覚悟すべし。一つ、長崎に出て、外国と商売取引すべし。